I just think that I am also passionately curious about everything, probably as curious as Albert Einstein, and I just want to know the secret of God's. That is all. 私もただ好奇心が旺盛なだけです。 神々の秘密を知りたいだけです。広しはやし、ハママシティ、ジャパン。では、皆さんをメソポタミアのウルへ案内します。ウルです。ジョー・プアビの本拠地ということになります。ここに現在もジグラートが残っています。このウルで、 1922年から34年にかけて、レオナード・ウーリーという人がですね大規模、大規模な発掘をしました。そして、この現在ゲーム版と言われているゲームボードと、そして、ジョー・プアビの骨を発見しました。このハンドバッグのようなものは、同時に発見されたものである,あるかどうかわかりませんけども、ウルで発見されたということはわかっています。 これがジョー・プアビの骨です。人間の頭蓋骨の溶石比にして2.7倍あります。これがですね、大英博物館発行のゲームブックです。そしてその中にウルで、えー、発掘されたゲームボードが紹介されています。世界最古のゲームというふうに言われています。現在、まあ、何十人もの学者がですね、このゲームの使い方を研究し、それぞれいろいろな意見を発表しています。が、これはゲーム、 版ではありません。またゲームでもありません。これはカレンダーです。その説明は、この続くビデオの中で詳しく説明しますけども、えー、これが、まあ、そのゲーム、今のところですね、ゲーム版と言われているものです。で、ハンドバッグのようなアーティファクトです、えー。古代の神々、アシリア、バビロニア、そしてメソプタアムの神々は、まあ、奇妙なものを持っています。腕時計のようなもの、そして、えー、補助、well, 歩行補助装置ですね。そしてバッグ。そして手には、まあ、多くの神々ですね。パインコーンを持っています。で、今日はこのハンドバッグのようなものに注意していただきたいと思います。神々はハンドバッグのようなものを持っています。まあ、これが何かということは、これから先おいおい、まあ、検証していきますけれども、ともかくもこのようなものを持っているわけですね。でメソプタミアの研究の公式のホームページによりますと、これはバケツということになっていますが、 その周辺でですね、このようなものが、まあ、アーティファクトが同時に見つかっています。比べてみてください。ということは、古代の神々が持っているのはバケツではなくて、ハンドバッグのようなものってことになります。で、特に右の一番上ですね、このハンドバッグのようなものに注意してください。これは、ウルで発掘されているから、特に注意が必要だということですね。で、 これはウルで発掘されたハンドバッグのようなものということになります。そしてそのハンドバッグのようなものにはですね、このような浮き彫りがあります。八方向の星、すなわちこれは言うまでもなくイナンナイスタールです。そしてその下に目がありますね。目がある。すなわちこれは延期ということになります。で、やはりゲーム版と言われているものにも同じような模様が描かれています。これがイ,イナンナイスタールの文章ですね。そしてここに目が四つあります。 4つすなわち延期40ですね。目が書かれてますから、それがまあ、後のフリーメイソンのシンブルマークとなっていくわけですけども、4つすなわち目1個で10と数えるというまあ根拠になって、私の根拠ですね。まあこれ、あの、これも林博士が発見したことです。それで、10、10、10ですね。40いうことにな,なります。で,目でが、目がありますから延期。すなわち、えー、延期の申請数は40です。で、 イナンネ・シタールは8方向の星、すなわち金星、すなわち太陽系の、ね、惑星を外から数えて7番目が地球、8番目が金星ということで、まあ、イナンネ・シタールは金星をそのシンボルマークに使っていたということになります。5、すなわちまあ50、まあ、20枠は10と数えますから、これは エンディルの申請数ということになります。そして12はニンフルサグの申請数です。そして40は先ほど言いましたように、これは延期の申請数ですね。目が4つ、すなわち40。20枠を10と数えるのはそういう意味です。で、下に神々のケースと、そから申請数を並べておきました。 ということは、このゲーム版はです、ゲーム版と言われているボールとはですね、神々を表しているということになります。そして、一コマずつ毎日ずらすことによって、一年の、まあ、日数を知ることができた。曜日とね、それから月と、それから季節と一年を知ることができたということです。それについての説明は後で説明いたします。で、まあ、これ、あの、このカレンダーの使い方は、あの、いわゆるまあ、私たちがトランプと呼んでいる、あのトランプカードの使い方と同じなんですよ。 で、もう一度並べ直してますと、50がエンリル、そして12がニンフルサンク、そして40がエンキということになります。で、20はシャーマスシュですね。いわゆるまあイスタールの、まあ、双子の兄弟と言われています。そしてシャーマスシュとイスタールと組んでキリスト教を立ち上げます。シャーマスシュがイエスという名前を語るようになります。カレンダーの使い方を説明します。 これがイシタールの紋章ということになります。では、もう一つのこの20のマークは何かということですね。このマークについても説明しておきます。5×4 は20になっていますね。この20というのはシャーマー氏の神聖数,神聖数ということになります。神、いわゆる神聖な数ということですね。すなわち、20というのはシャーマー氏のシンボルナンバーということになります。 中央に今お見せしましたのがシャマーシュのシンボルマークです。シャマーシュですね、みんな。シャマーシュというのは、まあ、イシュタールの兄ということになっています。まあ、シュメールではウツと呼ばれていましたね。そして、このシャマーシュとイシュタールが組んで、キリスト教を立ち上げます。まあ、バビロニアの神々。もう一つの形図を見ていただきたいと思います。えー、簡単に神聖数の説明をしておきます。で、この神聖神々の、えー、経図ですけども、 これがアヌオですね。そしてエンディルですね。そしてエア、延期ですね。延、え、期、ー、です。エアと呼ばれていました。それからこれがイスタール、イナンナです。そしてその、えー 右にいるのがシャーマーシュですね。いわゆる、まあ、シャーマーシュですギ。ギリシャ神話ではヘリオスと呼ばれていました。そして、ニンフルサガーーですね。あれニンフルサガーーとも呼ばれています。それぞれが施行したシンボルマークを持っています。 そして同時に神聖数。神の数を持っていました。イシタールは8とか16という数字も持っていましたね。日本のですね、まあ私たちが菊の文章と呼んでいる、五文と呼んでいる、あの文章が16になっている。なあち太陽の文章ということになるわけですね。まあ、要するにこうして神聖数というのが決まっていたわけです。シャマーシュの神聖数は20です。シャマー,スのシ,ャマーシュの神聖数は20です。 まあ、こうして、二重という数がですね、先ほどの現場の中にやっぱりあるわけですね。まあ、こうして、まあ、あの、調べていきますと、あの現場はですね、このシャマーシュの文章が揃ったときには、左のですね、いわゆる週の、まあ、文章と、そして右のですね、曜日の文章と揃ったときには、それはシャマーシュの日であるということを示したものと、私は考えています。林博士はそのように、まあ、仮説を立てて説明しています。 これがイシュタールの紋章ですねあ。ごめんなさい。右が、あの、はい。シャーマシの紋章です。太陽の紋章です。まあ、あの、ヘリオスはですね、やがてアポロに、えー、その座を奪れますね。そこで、まああ、イシュタールと、まあ、シャーマシと組んでキリスト教を立ち上げ、イシュタールはマリア。イシュタールのヘブライミはマリアですからね。あの、キリスト教を立ち上げます。ですから、シャーマシがイエスになるということになるわけです。 で、もう一つこの文章を見ていただきたいんですけども、左が赤いのがこれがイシュタールの文章、右がシャマーシュを表す数ということになります。他の三つは何かの神々を表す、あるいは何かの意味のある言葉だと思いますけども、今のところ私は踏み、には分かりません。まあ要するに、まあ、この二つが解けましたのでね、いわゆるメインキャラクターですね。えー、左がシャ左がイシュタール、そして右がシャマーシュです。で、私はですね、そのゲーム、 ボードのようなものの謎を解いたことによってですね、このウルで発掘されたハンドバッグのようなものの表面に彫り込まれているこの文様の謎を解くことができました。上がイナンナ・イシュタールの文様です。そして下がですね、目が4つ彫り込んであります。目、すなわち延期ということになるわけですね。後のフリーメイソンのシンボルマークとなりました。で、4つありますから10と数えますと40、すなわちそのまま延期の申請数となります。 watch The Queen Puabi, Wikipedia writes as follows: Puabi was an important person in the Sumerian city of Ur during the first dynasty of Ur, 2600 years BCE. Commonly labeled as a queen, her status is somewhat in dispute. Several cylinder seals in her tomb. Identify her by the title Ning or Elush, a Sumerian word which can denote a queen or a priestess. The fact that Puabi, herself a Semitic Akkadian, was an important figure among Sumerians indicates a high degree of cultural exchange and influence between the ancient Sumerians and their Semitic neighbors. Who was Puabi? What was Puabi? Here, you would know the reason why Zechariah Sittin left his message as his last wish. Queen Puabi had got an enormously large head, almost 2.7 times larger in capacity than that of an ordinary human. Then, it's not at all surprising if Zechariah Sittin thought Queen Puabi to be an extraterrestrial being or a kind of genetically modified hybrid human. I hiroshaya she hereby agree with Zekaria s i t i n は次のような言葉を最後に残し、2010年この世を去りました。多分、プアビのゲノムと人間のゲノムを比較すれば、私たちは彼らが故意に人間には教えなかったミッシングリンクが何であるか、それを私たちは知ることができるだろう。多分。 保証はできないが、多分、と。プアビ、つまり、ウルの女王、プアビ。なぜ、ゼカリアシッチンは、そのような最後の願いを、遺言として残したか。が、その理由は、簡単にわかりました。女王、プアビは、少なくとも人間ではなかったからです。 頭蓋骨の大きさは私が比較したところ長さ比にして1.4倍、体積比にして2.7倍もありました。身長についてはわかりませんが頭蓋骨から計算するとかなりの巨人だったと思われます。今日の動画はその謎に迫ってみます。画面を見ながら説明します。えー ゼカリアシッチンはですね、2010年に亡くなりましたけども、その亡くなる前にですね、最後のウィッシュ、願いとして、まあ遺言として、次のような言葉を残しています。つまりですね、ウールで見つかったジョー・プアビの骨をですね、DNA 鑑定してほしいと。そうすれば、私の一連のですね、説が正しかったことが証明されるはずと。まあ、ゼカリアシッチンはですね、メイビー、e ブとって言葉を使ってますけども、まあ、それは学者としての控えめな言い方だったというふうに、私は理解しています。 で、これが、クイーン・プアビですね。ジョー・プアビです。で、まあ、ジョーであったかどうかということについては、何かしら議論があるみたいですけども、ともかくも、まあ、最高位の、まあ、巫女であったということですよね。で、まあ、ゼカレシチンの言葉はここにあります。私の正しさを証明するためにも、ジョー・プアビの骨の、DNA 鑑定をしてほしいと。で、プアビはこのウルに住んでいました。そして、そのウルから、このプアビの遺骨が発見されました。 で、このプアビについてですね、シュブアドと、まあ、ことだという説もありますけども、シュブアドイコールプアビだということになりますね。まあ別名だったということになるわけです。まあともかくも、ジョープアビですね。そして、まあ現在ですね、このような被り物を被った上に、まあこうしたその装飾物が、をですね、ジョープアビが被っていたというふうに考えられているわけですよね。しかし、まあ今回ですね、まああの、 ジョー・プワビの遺骨って言いますか、骨が見つかってですね、ジョー・プワビはまあ人間とは違う、あまあ、波外れた大きな頭蓋骨を持っていたということが分かりました。これはあのジョー・プワビの復元図です。まあ、要するにその装飾物がまあ異様に言ってますか、まあ、大きかったわけですね。ですから、ジョー・プワビは頭に被り物を被った上に、そうし,てこうした装飾物を頭につけていたということになるわけですね。まあ、そういうふうにも解釈されている。 いるわけです。でも、これがですね、まあ、あの、ウルの、ウルの、まあ、まあ、博物現場ですね。で、こうして、まあ、このウルの遺跡から、ジョー・プアビの遺骨が、遺骨って言いますか、骨がですね、発見されました。で、現在これはですね、えー、ロンドンのですね、ナチュアル・ヒストリー・ミュージアム、ロンドンっていうところに所蔵されています。まあ、はっきり言えば、出所のしっかりとした、まあ、骨だということですね。まあ よくある、インチキの、まあ、骨とは違うということ。まあ、骨というか、インチキの画像とは違うということですよね。左がクあの、上、プアビで、右が人間の頭蓋骨だそうです。大きさを、まあ、サイズコンパリソンを、まあ、このようにしているわけですよね。上が、上、プアビです。まあ、いかに大きいかってことですね。だ私が長さを測っていましたら、まあ、これが1.4倍ってこと。長さ比で1.4倍ですよね。ですから、体積比に直しますと、1.4の3乗で2.75倍っていうふうに、私は計算しました。 で、話を戻します。えー、ウルのジョー・プアビです。で、同じくウルで発掘された、このハンドバッグのようなものの表面には、えー、イナンネ・シュタールの文様と、そして、塩基の文様が彫り込まれています。で、イシュタールと塩基というのは対立関係にあったわけでして、えー、まあ、ジョー・プアビはですね、このような形で、イシュタールと塩基を両方彫り込むことによってですね、まあ、中立を あ表したのではないいかと思いますそして、この目が現在のフリーメーソンのシンボルマークになっているということですね。で、4つあるから40。40というのは延期の申請数です。まあ、このように20枠で囲ったのは10というふうに数えるということになるわけですね。そして、エンディルのあ謎も解けていくわけです。で、これがメソプタミですけども、ここにウルがあります。 そして、ここにアブ・シャー・レインですね。これは、あの、エディドゥです。まあ、エデンの東のエデンですね。そして、ウルクが、まあ、60キロ離れたところにあります。ですから、19キロ、60キロですから、まあ、行動半径ということになります。なあち、ウルに住んでいたプワビはですね、まあ、イスタール・イナンナと、それから、ンキの、まあ、板挟みになって、その両方を、こうして、まあ、バッグのようなものの上に表現したものと考えられます。 で、このバッグがどのような色をしていたかということをちょっと考えてみたいと思います。ここに三角が、ダイヤーって書く、形がありますね。ダイヤー系があります。で、こうして色を合わせてみますと、まあ、いわゆる、まあ、ウルに残っていたカレンダーの色と、そしてまああの合わせてみますと、このような色をしていたのではないかというふうに考えられます。で、全体に青っぽくてね、そして取っ手のところが 赤と、まあ、白でなかったかというふうに考えています。そして、この、ウルのプアビはこう言いました。これは私のハンドバッグなんですよ。いかがでしょうか楽しいですね。また、こういう楽しさがあるからこそ、謎解きもやめられないということになります。私はただただ、好奇心が旺盛なだけです。Bye for now! Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about the oldest game excavated at Puabi's tomb, Ul, together with Queen Puabi herself. They say this is a game and a game board, but who says so first? This is not a game. This is a gas calendar in ancient Babylonia. Here's my answer.And before I explain what this is, please let me explain a bit about these symbols on the board.They are sacred numbers of the gods. ウルの女王プワビの墓からゲーム版と言われるものが見つかりました。20のマスがあるため、20マスゲームと呼ばれています。現在は大英博物館に所蔵されています。 が、これはゲームでもなければゲーム版でもありません。神々のカレンダーです。が、それを説明する前に、このゲーム版なるものの上に描かれた記号についての謎をしっかりと解いておきます。これらの記号は、そのまま神々の神聖数、つまり神聖なる数字を表しています。現在、多くの研究者が、このゲーム版の使い方について研究しています。いろいろと論じています。 が、ゲームだと思うから、謎が謎を呼び、その謎が解けないのです。これは現場ではありません。今も言いましたように、これは神々のカレンダーです。で、私がそれを説明しますが、それを判断する、つまり、私の説の方が合理的なのか、あるいは今まで通り、ゲームと考える方が合理的なのかは、皆さん自身が判断してください。ほんの少しだけ発想を変えるだけで、謎は簡単に解けます。 謎は向こうから解けていきます。この謎もその一例です。さあ私と一緒にウル4600年の謎を解いてみませんか画面を見ながら説明しますえ。ではまず皆さんをウルへ案内します。メソポタミアのウルです。ここがウルです。このウルにかつて一人の女王が住んでいました。プアビ女王。 あるいは女王プアビです。ウルですね。これがウルの遺跡です。このウルの遺跡の、まあ王家の墓地からですね、クイーンプアビの骨が見つかりました。と同時に、まあ奇妙なゲーム版なるものが見つかりました。大英博物館所蔵のゲームというふうに書いてあります。 世界最古のゲームと言われています。現在、このゲームの使い方について、多くの研究家たちが、まあ,あでもない、こうでもないという議論を続けています。しかし、これはゲームでもなければゲーム版でもありません。まあ、それをこれから説明しますが、それを説明する前に、まずこのゲーム版の上に描かれた記号、あるいはシンボルマークの意味についての謎を解いておかねばなりません。まあ、このようにですね、 くサービ型文字の中にもそれが説明されていると。まあ、そういうことなんですね。そして2種類あります。上と下です。下は上のバリエーションと見ます。コンセプトは全く同じです。その、それについての説明もこの続くビデオの中でしますから、そちらをご覧ください。では、このマーク、シンボルマークは何かということですね。で、これから皆さんと一緒に検証してみます。で、このシンボルマークをですね、 分類してみます。まあ、奇妙なマークが書かれてますね。で、分類してみますと、8つの方向を向いた星型、それから20個の点の書いたもの、それから次が5つ、それから12ですね。というふうに、まあ、分類していきますと、5種類に分かれることが分かります。5種類ですね。 で、これらが何かということなんですけども、ゲーム版と考えるから、わけがわからなくなるんです。この5とは何か、12とは何かって一生懸命論じていらっしゃるみたいですね。で、この大英博物館の発行とは書いてありませんけども、まあ、そのについてのゲームの中でも、この先生がですね、ああでもない、こうでもないというふうにして、使い方を説明しています。が、これは現版ではありません。 チューブ画をご覧ください。で、これらを調べてみますと、一番上の左がですね、つの方向を示している、まあ、8ポイントスターですね。8を示します。その次が、5が4つありますから、5×4 の20ということになります。次のはですね、20丸になってますから、50とも取れますし、5とも取れます。一応5としておきます。そしてその次はですね、3が4つあります。 すなわち3、3る4の12となります。で、一番右もですね、えー、10が4つとも取れますし、まあ、4とも取れるわけですけども、10と今度は考えています。1 0る4で40です。まあ、20丸というコンセプトですね。で、こうして並べてみますと、8、20、5、12、40という数字が浮かび上がってきました。そこで、神々の神聖なる数、すなわち、神聖数について説明しておきます。 これがバビ,ルバビロニアの神々です。頂点にシュタールがいて、シン、右にシャーマシがいます。で、この新生数を調べてみますと、アヌオが60。それからエンリルが50。それからエア、エンキが40。それから、 ニンフルサング、延期の妻とも母とも言われてますが、この人がですね、12、そしてシャマシュが20、そしてイシュタールが15という数字がわかります。この申請数は、まあ、常識、常識的な数字ですから、まあ、そういうふうに使われていたということですよね。で、この数字を並べてみます。アヌオが60、エンディルが50、そして延期エアが40です。 そして、ニンフルサガ、サガ、あいはサグとも言いますけれども、えー、12、一番上にイスタールが15ですね。それから、シャーマッシュが20。そしてニ、ニンフルサガ一番下の右ですね。これが、えー、12という数字が出てきます。ただ、イスタールはですね、神の中の女神ということでですね、15、8、16、いろいろな数字を使っています。シンボルマークは、8の、8の方向を示す星。すなわち、金星ということになるわけです。もう結論出ましたね。もう一、 ゲーム版なるものをご覧ください。そして、このシンボルマークは5つに分解されます。まあ、分解じゃなくて、分類でいきます。ごめんなさい。で、8、20、5、12。そして、40という数字が出てきますが。中央の5ですね。やはり20丸ですから、これを50と読み替えます。そして、神々の神聖数と並べますと、ピタリと一致します。 50と読みます。20丸は10と読んで50と読むわけですね。そうすると符合性ができますね。一番右が40であり、中央が50であり、あとは8、20、12となるわけです。そして比べてみますと、8が、えー、イシタール、20が、えー、シャーマシュ、それから50が、えー、エンディル、12が、ニンフルサング、そして40が、エンキとなります。 これでピタリしました。すなわち、これらのもシンボルマークは、神々を表す神聖数。神聖数を表す、まあ、シンボルマークであったということになります。もう一度確認してください。エンディルが50、エンキが40ですね。そしてニブルさんが12。そしてシャマーシが20です。そして、残った8、八方向を示す、女神の中の女神、王の中の王ってことになるわけですね。がイシタールです。 まあこのように考えてみますと、何でもない。その、ま、このゲーム版なるものの上に描かれた記号はですね、神々を表していたということです。このことを頭に入れて続くビデオを見ていただきますと、さらにより深く理解していただきます。で、このゲーム版なるものの使い方を説明しますが、これはゲーム版ではありませんでした。神々のカレンダーでした。使い方、その意味をこれから説明しますので、皆さん自身で判断してください。 はやしひろしが正しいのか、世界の学者たちが言っていることが正しいのか、それを判断なさるのはあなた自身だということです。うる4600年の謎ということになります。それを公開します。ひろしはやし will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world.Today's story is about the mystery of うる Over three thousand years. Sir Henry Ullie discovered a strange game board in southern Iraq, a game board which dates back to 2600 BC, and game played on the board was obviously a favorite of the royal family at that time. The game is called known later as a name of 20 squares. But this was not a game. It was a calendar, or I say, God's calendar. Here is its proof and evidence. 南イラクで奇妙なゲーム版が見つかりました。ウルです。紀元前2600年頃、つまり今から4600年ほど前のものです。二重マスゲームと呼ばれ、それは現在大英博物館に所蔵されています。アッシリアで見つかった サルゴン王の宮殿にあったという像の足元にもそれが描かれていると言います。半人、半獣の像です。が、それはゲーム版ではありませんでした。林博氏がその謎解きに挑戦してみました。題して、うる3000年、正確には4600年の謎ということになります。結論を先に言えば、それはゲーム版ではなくカレンダーでした。わかりやすく言えば、 神々の予定表。それをこの動画の中で証拠を添えて証明します。もともとはシュメールのゲームであったと言われています。ウルで発見されたので、ウルのゲームとも呼ばれていますが、もちろん世界最高です。現在、2種類の類似したゲーム版が残っています。他にややコンセプトの違う2種類の原版も残っています。 どれも20マスになっていることに私は最初に着目しました。つまり20イコール7たす13です。つまり7たす13イコール20です。が、これで謎が解けました。今まで誰も解けなかった謎が解けました。7曜日かける13週イコール91日。つまり1シーズンです。それを 春、夏、秋、冬の4シーズンを繰り返すと 91×4 イコール364日です。私たちがトランプと呼ぶあのゲームカードと同じ構造のカレンダーになっていました。で、ゲームの仕方などについて多くの研究家がそれぞれ別の説を立てていますが、そんなものは意味がありません。日本でも天文検査機を同郷と言ったり、 簡易天文観測装置を銅卓と言っているのと同じです。人間は、えー、自分が理解できないものがあると、身近な知識の中からそれに似たものを探し出し、それを当てはめ、それでもって理解できないものを理解したと錯覚する性質を持っています。自ら錯覚しようとします。その方が安心できるからです。えー、ともかくもそのゲーム版が 神々のカレンダーであったことをここで説明します。画面を見ながら説明します。今、右から七曜日に分けています。日、月、火、水、木、金、土と逆ですね。そして一日ごとにコマを進めていきます。こうして今日は何曜日であるかを知ったわけです。まあ今は水曜日ですね。そして次に木曜日になります。あ、今日は木曜日だってことになるわけですね。そして金曜日です。 そして土曜日になります。で土曜日まで来ましたら、これで1、1週が終わったわけですね。ですから、1のところにコマを置いて塞ぎます。そしてまた最初から、日、月、火、水、木、金、土と繰り返して、今度は2週終わったことになります。そして3週目、4週目、というふうに終わっていくわけです。まあ今、2週目が終わったところですね。で今度は3週目に入ります。で今度は4週目に入ります。 こういうふうに順にコマを毎日進めていくわけです。そして5週目にから入り、今度は8週目に入ります。で、8週目、9週目、10週目が終わったら、11週目、12週目、13週目と進みます。これで1シーズン。なあち、91日 7×13 イコール91日が終わるわけですで。1シーズンですね。そして第2シーズンに入ります。そして同じように、同じことを繰り返します。そしてこ、 91日が終わって、今度は第3シーズンに入ります。そして今度は第4シーズンに入ります。まあ当時のことですから、当時からスタートしてますから、第1シーズンというのは春ということになります。で、こうして 7×13×4 で、これでまあ91日になるわけですね。1シーズン91日となります。それを4回繰り返しますと、365という4となるわけですね。それ なんだの形でトランプカードと同じように。 ま、1を足して、長官。トランプカードの場合は1を足すわけですけどもね。365。すなわち、1年間のカレンダーとなります。この説明は後で続けてしますので、ここでは簡単にしますが、トランプカードは13枚4組になっています。4シーズンですね。そして1を7回、2を7回、3を7回ずつ繰り返して、それぞれのカードを7回ずつ7曜日で繰り返します。そうしますと13、13×4×7 イコール364という数字がここで出てきます。まあ ク、トランプのカードと同じコンセプトで作られていたのがウルのゲームということになります。詳しくは続く1248号の方で説明しますから、そちらをご覧になってください。そして、まあ、それと同じコンセプトで作られているのがウルのゲーム版ということになります。なわち、これはゲーム版ではなくてカレンダーということになるわけですね。が、この程度では皆さんまだ納得なさらないと思います。こじつけだ、こじつけだという意見が常について回ります。 まあ、それについてはもう少し後に、まあ、検証していって言いますか、説明しますが、こうしてウルの、まあ、4600年のですね、謎が解けたということになります。まあ、4600年間、誰も解けなかった謎がですね、まあ、少しだけ物の見方を変えると、このように簡単に解けるということです。それで、まあ、これがですね、もう一つのバリエーションを持っているということです。 もう一種類の現場がありましたね。で、それをどのように理解するかですけども、それもこれから説明しますので、えー、注意深くご覧ください。赤いところ下のね、右の方からサンディー・マンディー、チューズー・ウェンディー、サーティ、フライディー、サーディーになってますね。で、この右の方を並び替えます。まあ、長いものですから、まあ、いわゆるまあ、短くして使いやすくしたとも考えられるわけです。そしてサンディー・マンディーを上を持ってきます。そして今度はチューズー・デウェンディーを下へ持ってきます。 そして少し並び替えますね。Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday という、まあ、私的に知っている曜日に並び替えます。そしてそれを4シーズン繰り返すと。これで謎が解けましたね。なあち、まあ、ウルの原盤に2種類あるというのはこういう意味です。もう一度見てみますと、今お見せしましたのはこの原盤です。右の方に6、そして中央に2、そして左に12個になっています。合計20ですね。使い方は同じです。 で、13足すならば20、すなわち20マスゲームということになりますけども、これは20マスゲームではありません。で、先ほども言いましたように、皆さんはこれでは納得なさらないと思いますね。が、もう少し我慢してお待ちください。今、見せ、まあ、見せましたゲームが上のゲームです。 説明しましたのね。そしてそのバリエーションがその下のゲームということになります。が、これはゲーム版ではありません。ゲーム版であるという前提で考えるから、謎,を謎が謎を呼び、訳がわからなくなるのです。そこで検証しています。で、もう一つこの現場を見ていただきたいんですけども、まあ、今言いましたように、7曜日と13週。そして、ここにまあマークがありますね。ここに8方向に伸べる光線のマークが書いてあります。 そして右の方には20の、ま、あの 5×4 の20書いてありますね。そしてここには5があります。ま、そしてもう一つあって、ここには14個ですね。そしてここには4個の、ま、印がある。この4種類のマークなんですね。ゲームであればこんなマークは使いませんよね。この5種類のマークで、ま、構成されているということです。そこでこの5種類のマークは何かということですよね。それをこれから説明します。 えー、この、まあ、八方向に伸びる、星のような形。これはもう、一目瞭然。イシュタールの紋章なんですね。で、ここをちょっと見ていただきたいんですけども、えー、ここにここは20周になるわけですね。あの、20センチ、周目になるわけです。そこでですね、この、まあ、マークをちょっと照合していますと、この20周目です、ね、すなわち84日になるわけです。そしてここが85日になるわけですね。85日。 いわゆる1シーズンの85日目ということになります。そして順に見ていきますと、85日,日目と、それから89日と、えー、に同じマークが出てくることになります。そこでこういうふうに考えるわけですね。同じマークが並んだ時には、その日は特別だということです。同じマークが並んだという時には、それが特別だということですね。で、まあ、イスタールの文章に重なりますから、イスタールの日ということになるわけです。 まあこういう風に神々のカレンダーですよね。今日はマークが重なったから、私の日よってことになったわけですね。 そして、まあ何かの祝い事をしたと思われます。そしてもちろん先ほど言いましたように、左の文章は、これは、イスタール・イナンナの、まあ、シセクークレット、神聖なる文章です。民がなイスタールです。このイスタールがですね、実は、ウルに彫刻されてるんですね。これはウルの、えー、門に壁画を、です。そしてその壁画の中には、イスタール・イナンナがこのように彫刻されています。まあ、ご覧になっていただくとわかりますように、まあ、ウルというのは、イスタール体験関係が深いということです。 これが、イシタールの紋章ということになります。では、もう一つのこの20のマークは何かということですね。このマークについても説明しておきます。5×4 は20になっていますね。この20というのは、シャーマー氏の神聖,神聖数ということになります。神、あいわゆる神聖な数ということですね。すなわち、20というのはシャーマー氏のシンブルナンバーということになります。 中央に今お見せしましたのがシャマーシュのシンボルマークです。シャマーシュですね、みんな。シャマーシュというのは、まあ、イシュタールの兄ということになっています。まあ、シュメールではウツと呼ばれていましたね。そして、このシャマーシュとイシュタールが組んでキリスト教を立ち上げます。まあ、バビロニアの神々。もう一つの形図を見ていただきたいと思います。えー、簡単に神聖数の説明をしておきます。で、この神聖神々の、えー、経図ですけども、 これがアヌオですね。そしてエンディルですね。そしてエア、延期ですね。延、え、期、ー、です。エアと呼ばれていました。それからこれがイスタール、イナンナです。そしてその、えー 右にいるのがシャーマーシュですね。いわゆる、まあ、シャーマーシュですギリシャ。ギリシャ神話ではヘディオスと呼ばれていました。そして、ニンフルサーガですね。あれニンフルサーガとも呼ばれています。それぞれが施行したシンボルマークを持っています。 そして同時に神聖数、なわち神の数を持っていました。イシタールは8とか16という数字も持っていましたね。日本のですね、まあ私たちが菊の文章と呼んでいる、五文と呼んでいる、あの文章が16になっている。なわち太陽の文章ということになるわけですね。まあ要するにこうして神聖数というのが決まっていたわけです。シャマーシュの神聖数は20です。シャマーシュの神聖数は20です。 まあ、こうして、二重という数がですね、先ほどの現場の中にやっぱりあるわけですね。まあ、こうして、まあ、あの、調べていきますと、あの現場はですね、このシャマーシの文章が揃ったときには、左のですね、いわゆる週の、まあ、文章と、そして右のですね、曜日の文章と揃ったときには、それはシャマーシの日であるということを示したものと、私は考えています。林博士はそのように、まあ、仮説を立てて説明しています。 これが、イスタールの紋章ですねあ。ごめんなさい。右が、あの、はい。シャーマシの紋章です。太陽の紋章です。まあ、あの、ヘリオスはですね、やがてアポロに、えー、その座をばれますね。そこで、まああ、イスタールと、まあ、シャーマシと組んで、キリスト教を立ち上げ、イスタールはマリア。イスタールのヘブラミはマリアですからね。あの、キリスト教を立ち上げます。ですから、シャーマシがイエスになるということになるわけです。 で、もう一個の文章を見ていただきたいんですけども、左の赤いのが、これが石とあるの文章、右がシャマーシュを表す数ということになります。他の三つは何かの神々を表す、あるいは何かの意味のある言葉だと思いますけども、今のところ私は不明にはわかりません。まあ、要するに、この二つが解けましたのでね、いわゆるメインキャラクターですね。 えー、左がシャー、左がイシタール、そして右がシャーマーシュです。真ん中はコーナーストーンです。それぞれの、まあ、王がですね、その、教会に建てていった、まあ、教会石と呼ばれています。下が、まあ、イエス。まあ、シャーマーシュが、キリストっていう名に、を語り、そして、えー、マリアが、そのままの名前で、まあ、あの、 ま、イスタール教ですよね。イイスタールがローマ時代に、イースターと名を変名します。で、このゲームブックですね。これは元々はゲームブックという方で、シモクスさんという方から、イギリス行った帰りにお土産としていただいたものです。シモクスさんどうもありがとうございました。やっと謎が解けましたと言いますかね。今日皆さんにこうして紹介できるようになりました。これはただのゲームではないということです。<laughs> これが、その、ま、ゲーム版ってことになりますね。これで皆さんもうお分かりですね。このゲーム版は何であるかということです。そしてそのバリエーションが、その下のもの、もう一つのバリエーションということになります。コンセプト使い方は全く同じです。ですから、7たす13イコール20の20マスゲーム版となっています。 これが今日の結論ということになります。すなわち、ウル3000年、あるいは4600年の謎ということになります。まあ、続くビデオの中ではトランプカードの使い方を説明します。興味のある方はどうかご覧になってください。バイ !Hello! This is Sister Aryan, r a n s e and Hiroshihaya Shi Japan.Gas Calendars The Pyramid And Chechen Itza and the plain cars have got the same concept of calendars. It's my pleasure that I can show you the God's calendars. This is Chechen Itza. And Chechen, the pyramid of uh, Chechen Itza has got 91 steps. And 91 multiplied by 4 equals 364. And 664 plus 1 top of the pyramid makes 365. So it's a day number of days a year. This is uh, pointed out by lansky-san, Japan. Right. I mean 91 steps each and multiply by 4 and plus 1. The top of the plummet makes 365. And Sister Orion, my friend, uh, pointed out that uh, playing cards has got the same concept. Four seasons. Uh, so, uh, spring, summer, autumn, winter. And the playing cards has got thir 13 cars And each card has got 7 days from Sunday to Saturday. So 13 multiplied by 7 makes 91. So, each card, each has, each, I say each card has got seven days. I will show you much, uh, later, a little bit later. So, each season has got 91 days. And, it start winter solstice, and spring equinox, and summer solstice, and autumn equinox, and at the end of the year, you have winter solstice. So, you will know the sort of season with this playing cars 91 multiplied by, by 4 also makes 364, and plus a joker makes 365. This is what C. Staryon-san have, has, have, uh, has found. Very, very, uh, surprising fact. And this is sisarion uh, card theory. or calendar. So, s there are seven boxes from Sunday to Saturday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, right? So, each day, you put a card here like this. Uh, one, 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 one. This makes, uh, then you will know the weekdays of the, weekdays of the week, right? Like this. And seventh day, right? Like this, right? And next, uh, 2 card two, fourteen. you repeat like this every day moving up uh, a card each step every day and 42 days Fifty-six, sixty-three, seventy, seventy-seven, eighty-four. 63 and at the end of the king, you have a spring equinox, and then you repeat the same uh, movement every day to know the date and weekdays. And when uh, 182 spring solstice, you will know the season like this way. now 20, 245 266 and when you have 2273 uh, you have uh, autumn equinox you know the season then you will know the date week months and season and of course as well as year with these playing cards. this is what starion sun has found. new fact. and at the end of the year, 364, and winter solstice came, c comes back again, and you put uh, joker again. so 360 uh, plus uh, joker makes uh, 365 days of a year. So, this is a new theory created by Sister Orion, and it's very supplying to know that, uh, in Chichen Itza and uh, the plane cars has got the same concept of calendars. This is what I want to, you to know. Thank you very much for watching, and see you next time. Bye. Hello, this is s e s t a r Orion and、uh, Hiroshima in Japan.House use、uh, calendar in ancient times.Cars for calendar. 古代の家庭用カレンダー。トランプはカレンダーであった。という大変驚くべき情報が シースター・オリオンさんからもたらされました。これが皆さんご存知のトランプですけども、なぜ13枚あるのかなぜ4組あるのか皆さんはお考えになったことがあるでしょうかシースター・オリオンさんがですね、このトランプの謎について明快な答えを 教えてくださいました。今日はそれを紹介します。後でもう一度詳しく検証してみますがですね、シスターオリオンさんはトランプはカレンダーであったと主張なさっていらっしゃいます。検証してみます。まず、 13枚のカードがありますね。で、4組で、52枚になりますね。それを7倍しますと、 まあ13、13×4×7 になります。すなわち、364になって、それにジョーカーを加えますと、365になります。そして、縦に見ていきますと、7。1週間ですね。7。7。7という数字が出てきます。まあ、このことは直接、これから、 説明することとは関係ありませんけども、まあ、縦に見てもですね、28×13、364、それにジョーカー1枚を加えますと、365になります。検証してみます。シースター・オリオンさんはこのように説明してくださいました。 少し分かりにくいので図解してみます。まず7つのマスを作ります。この7つのマスは日月火水木金銅に該当します。そしてスペードの1を毎日1枚ずつずらしていきます。そしていっぱいになったら次に今度はスペードの2を先頭に置きます。 そして、同じように、一枚ずつ毎日ずらしていきます。こうして、次は3ということになりますね。3を同じようにずらしていきます。で、3、今度は4になりますね。同じように毎日ずらして5。 六、七、7という,うにずらしていくわけです。そして、まあ、キングになりましたら、今度は、まあ、この場合はですよ、えー、ダイヤのキングというふうに、最後にダイヤのキングになるわけですね。 そうして、計算してみますと、7×13×4 の365と。このようにして、まあ、それにジョーカーを加えて、最後にね、365、1年を知ることができた。できました。というわけですね。このカレンダーの優れているのは、それだけじゃありませんよ。まあ、こうして日、月、火、水、木、金、土と置いてみますと、毎日1枚ずつを、 移動させることによって曜日が分かりました。が、それだけではないんですね。カードを使うことによって4つの季節を知ることができました。春、夏、秋、冬ですね。そして、それぞれの色をですね、この季節に当てはめてみます。 ま、これは、あの、どれが春でどれが夏かということは、これは、ま、わかりません。私は、春夏は赤い色ではなかったかなと思いますし、まあ、ともかくもそれは重要じゃないんですよね。そして、同じように、置いてみます。13×4、364になるわけですね。かける ×7 でね。13×7、91日。 同じように、夏も91日、秋も91日、そして冬も91日となるんですけども、ちょうど色が変わるところで、冬至から春分。ここが冬至ですね。そして91日が終わると春分になり、次の91日が終わると夏至になり、次の91日が終わると春分になり、そして1年が終わります。そして元に戻るわけです。 もう分かりですね。これほどまでに、まあ、なんて言いますか、正確に季節を表す。ってことは、もうカードが単だただ単なる遊び用の道具でなかったことはわかります。日にちがわかります。週がわかります。そして、まあ、月齢とい言いますかね、月がわかります。そして年もわかり、さらに季節も正確に このカードで知ることができます。結論から申し上げます。私たちがトランプとして使っているカードは遊び用の道具ではありませんでした。このカードを使って、まあ家庭でですね、カレンダーとして使うことができました。 なあちこのカレンダーはもちろんエイリアンによって発明されました。理由は簡単なんです。人間が太陽歴を知る以前にですね、すでにこのカードはあったということです。古くは古代、エジプト、あるいは中国説がありますが、太陽歴ができたのは紀元後で、期限前後ですね。 で、それについてまた、シースター・オリオンさんはですね、フランスのカーナックも同じ概念で説明できるんじゃないかということをおっしゃってますけども、フランスのカーナックの列席はカレンダーであることは既に私が証明いたしました。その、それについてのビデオは続くビデオの中に収録しておきますから、どうかご覧になってください。カーナックのこのブルーのラインも7列あります。先ほどの、まあ、トランプと、 比較してみますと、その類似性、関連性がお分かりになると思います。ですから、縦に52石があったと思われます。そして、それに1個加えて365ということになりますね。